シナリオ募集のお知らせを見た時にすっと頭に浮かんだのがこのエピソードでした。外国籍の親子を看護実習で受け持たせていただくことになり、最初に挨拶でお伺いした時の困ったような表情から、2人の学生が関わった数日間でどんどんお母さんの表情が明るく変化していったことが大変印象的な出来事でした。授業の中では学生に対し、子どもに病気や治療の話をするときには子どもの表情や反応を観察しながら、子どもが理解できる言葉で話すことの重要性を伝えています。私は応募するまで優しい日本語という言葉は知らなかったのですが、この看護実習での出来事は、相手のニーズを理解してコミュニケーション方法を変えていくということを学生が自然に実践できていたと考えます。このエピソードをこれから実習する看護学生を含め多くの医療者と共有できたら嬉しいと思い応募しました。私は2人の学生が実践した看護実習でのエピソードを文章化しただけですが、今回このような賞をいただくことになり大変感謝しています。私は海外で病気で入院することになった経験はないのですが、過去に英語圏、非英語圏での海外研修の機会があります。その際に現地の医療スタッフが簡単な単語を使ってゆっくりと英語で説明してくださったことがあり、とても嬉しく安心できたことを覚えています。その経験から、逆の立場で優しい日本語を使うことで相手はこのような気持ちになれるのだと実感しました。国際化というと英語を話せなくてはという思考になりがちですが、自分が一番使い慣れている日本語を使って話すことで、こちらの思いを正確に伝えることにもつながります。難しい医療用語を優しい日本語で伝えるには、その言葉を正しく理解していないと言い換えることができません。このシナリオへの応募と受賞を機に、優しい日本語に大変興味を抱き、この活動に共感するようになりました。少しの工夫で実践できる配慮だと感じるため、毎日忙しい中でもこの優しい日本語を意識して仕事をしていきたいと改めて感じています。また授業や実習の中でも学生に伝えていきたいと思っています。